スナックバスへアフレコアフタートーク。はい、みなさんこんばんは。スナックバスへ東美希役のうるさいうるさいうるさい3話でこれですよ。東美希役の笠間潤です。よろしくお願いします。はい、そして皆さんこんばんは。スナックバスへ明美役の高橋理恵です。イエーイ。この動画はですね、アニメスナックバスへの第3話のアフレコ後に収録をしております。はい、ということでね、はい、ちょっと3話にして結構メンバーが揃ってきたななんていうところではあるんですけれども、はい、まあ、このガイアの盛り上がりようですよ。はい、まあでもね、一番最近のエピソードといえば、はい、エンディング。あ、エンディング、お疲れ様でした。エンディング歌いましたね。歌を歌わせていただきましたからね、東美希くんが。いや、もうどうしようかなって思ったんですよ。で、監督からは、うん、うまくなくていいっていう、はいはいはい、うまくなくていいというオーダー。まあ多分確かに、うんうん、スナックってめちゃくちゃうまい人もいれば、やっぱり自分がこう歌って気持ちよくなってお酒を飲むっていう、やっぱり、はいはい、ね、そういう空間だから歌の目的ですもんね。そう、うん、だから彼だったらどういう目的で歌うんだろうなって思った時に、確実に明美を落とそうと思ってるって思ったわけなんですよ。そうだから、なるほどね、明美を落とすために、うん、東美希はどうするかなって思うと、はい、まあとりあえずビブラートを多用、うん、うわーそう多いなとは思った。そう、ビブラートを多用、そして、うん、前工場嫌い分かれるそうなのよ。そう、あれアドリブなんですよね。アドリブですからね。いやいやいや、はい、前工場監督にね、入れていいですかって言ったら、まあ、やってみようって言われて、いやもうざわつきましたよね。だってね、ま、前工場考えてそんな提案されたことがない。そうですよねそれはそうそれはそう。だからね、あれ前工場もね、明美に、明美に対する言葉なんですよ。くどいてたんですよ。私ちょっと可愛くなってたんで、ちょっと、うん、もう一回言ってもらっていいですか。あ、そう、あ、行きますよ。じゃあちゃんと聞いてなかった。じゃあいきますね。はいはい。君と初めて出会ったのはいつ頃だっただろう。いつ、いつ、あの時生まれた小さな恋心は、うん、今はもう愛となった。うわ言ってる。この思いのすべてを込めて君に送ります。うわ、スレッドロマンスしっかりくどいてる甘いでもね、絶対ね、スナックのお客さん前工場入れる人いるんですよ。そう、なんか、どこからそんな語彙が出てくんだみたいな人結構いらっしゃるんで、しかも尺ぴったりというか気持ちいい尺ぴったり、そうやり慣れてるんだよね。だからもう歌い出しのちょうど前ぐらいにね、工場が終わるようにね、計算し尽くされてるうん、うん、いやあれだからね、カタカナとかもせーっとそうそうあれはもうね、本家の方の真似なんですよ。まあ真似というか、よりより脚色したみたいな感じですけどね、せーっととかね、そうママもね入れてくれてましたし ね、いや絶妙な愛の手最強でしたけどね。盛り上がってきた。まあ ね、そう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 、うん、誰に向けてかっていう、そのドラマはまあ人それぞれですからね、うん、まあ誰が好きなのかってエピソードになると、まあ A パートの方でもありましたけれども、もう A パートもまたちょっとこう違って雰囲気が。いやそうなんですよ。ちょっとね、ちょっと見たと思うんですけど、見ました。まあ、3個の例もありました。あれ何ですか、あれあれ流行ってるんですよ、ね、流行ってますよね。あれはああやるって言われたあそこ結構ね指定だったんですよね。そう、なるほど。俺の意見は何一つないですはいはいはい、はい、サンコロレ、サンコロレってやれって言われた。土下座もそうですからね。土下座結構私アレンジ入ったなって思って、すごい好きだなって思いました、ね、いやあの土下座の不思議ななんかリズム、土下座っていうあの不思議なリズムでね、よくわからなくなっちゃって、いや面白かったなで、ね、だからあれもちゃんとあの、うん、何あのバスへの入り口、はいはい、の手すりも あれ実はね、そうなんですよ。そうここはあの聖地に合わせていると、はい、舞台が北海道ということなので、はいね、雪でねこう滑り落ちないように手すりがあるし、ね、細かいですね、うん、みたいなとこですけど、はいはいはい、ちょっとね改めてね笠間さんにもね、うん、ちょっといろいろインタビューといいますか、はい、お話聞きたいんですけど、これ大、はい、これなんかいわゆるスナックトークお願いしますで、これなんか質問みたいなところで、これ大丈夫なの、なぜこのような汚れ役を引き受けてくれましたかみたいな。もうこれが活字で書かれてるんですよ、私たちの手元に今、ね、
これ大丈夫ですかこれ。ちょでも聞きたい、このバス停のお話が来た時どう思いました、はい、いやでも僕はあの監督と割とちょっと昔からこう好意にさせていただいてて、うん、監督がこれはどうしてもやりたいんだっていう、あこの作品へのそう、うん、やりたいんだっていう話をされてて、うん、でその時に確かにね聞いてたんですよ、ジュンにやらせたい役があるんだってこと言われてて、なるほど、そうその時はへえそうなんだとか思いながら、うん、そのねバスへはあの今、うん、あの LINE スタンプなんかもありますから、あ、ありますね、 LINE スタンプなんかをこう買って、うん、あなるほどこんな世界観かなるほどみたいな苦節用なねスタンプですもんね、苦節用だなとか思いつつ、いやでもね本当今回現場に入らせていただいて、はい、監督から言われた言葉も、まあ、その時のまんまで、うん、もうお前のまんまやれみたいな、いやね言ってましたね、お前のまんまやってくれみたいな、え結構こんな感じなんですか、いや違いますけどねいやただ監督の中ではそういうイメージ、はい、あーなるほど、なんだろうなという、え、まあ、でもこの東美希さんという方どういう方だっていう風に捉えてらっしゃいます、いやでも基本的に、うん、でもなんかなんていうかな、いいところに勤めてそうっていうのが実は結構あって、はー、うん、なんか商社とか、あそうで勤めてて、でもなんか痛いというか、そうでもなんかちょっ とこう対人関係というか、まあ、あのバスへの中のコミュニティにおいては、うん、なんか多分できるエリートだけど全然なんか良くないみたいな残念なエリートそうところの位置に行ければいいなと思ってなるほど、そうだからあんまりねこうそやにはしたくないなというのは結構あるんですよ、あ、うん、だからこうそやに、うん、明美を落とそうと、うん、っていうか、まあ、その女性関係のことを淡々と語る色気を持ってみたいなところがキモいなって思いながらやってます確かにすごく丁重に扱っていただいてるなっていう気持ちはしたので、なんですよ、なんかキモいなってもちろん思うのに、うん、なんかみんなとは違ったキモさだなって思いましたなんかこの、ね、いやでも最高、番組は各キモい人が揃ってますよ ねだからもう本当各々のねキャラクターが絶妙なバランスでいるので、うん、まあでもそういう意味だったらね、リエリーも言った通り結構こうメンバーが揃ってきて、そうなんですよ、ね、どういうこのバスへのこう空気感というか世界が生まれるのかってめちゃくちゃ楽しみなんですけどね、本当にもう各ねパートによって山田さんがツッコミだったりとか、はい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 、小雨ちゃんがツッコミだったりもするんですけど、こことここ絡んだらやばいなみたいなのが確かにいやもう最後の小雨ちゃんのダグラスですかみたいなやつそうね、あれ大事、違うよって、そうですか、うん、そうそう、いやあそこ、いやいいね、いいなんかこう塩梅というかね、いいバランスで、すごいだからそういう意味でなんか影響し合ってるこうね形があるから面白いなってですね、思いますね、早く森田とか召喚したいですもん、あ確かにね、はい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 、みたいな感じで、いやでも本当僕はなんかあんまりこうそやに作るっていうよりかはちょっとやっぱこうなんかエリートっぽく、あ、うん、だけどなんか恋愛関係はなんかこうそういうね、そういう自分のバイブルが それでしか動けないとか、そうそう、だから割と精神年齢はなんか大そうだな、中学1年生2年生ぐらいのかっこいい言葉を言えば女の子って落ちるんだって聞いたみたいな聞いた系の人ですよね、そうそう、でそのまま、うん、まあこう大人になってるっていう雰囲気を出せたらいいなって思ってやってます、素敵、なるほど素敵じゃないか、エリアは肉欲とか言ったやばい、いやそれもね、それもやだ、だからやっぱそういう風にやっぱ言うように育ってきたんですよきっと、はい、花言葉とか言えばいいとかね、そうそう、花言葉言えばいい、でも肉欲で一番反応してたのは待って待って、あです、ね、待ってよ、あれバレちゃうじゃんそれ、あれテストの皆さんに聞かせたかったよ、ね、あれアケミじゃなかったもんね、いやいやアケミですよ、テストの時にね、はい、ダグラス浜田っていうところをなぜかに肉欲入っちゃってたのよ私、面白いけどね、素でね、だったら花言葉は肉欲ってすっごいいい声で肉欲すごい言うじゃん、でうーんってなって、はいはいはい、そのまま感じ続けたら肉欲ってなっちゃったどんな構造よもう脳内肉欲でいっぱいだったんだって、なるほどね、楽しい収録だねいやはい、まあそんなところでね、うんうんうん、はい、そろそろお時間ということで、あもうですか、あそうですか、はい、はいはい、そうなんです、早いですね、はい、うん、なのでね、まだ引き続きよろしくお願いします、これからみんな揃ってきたということで、はい、はい、じゃあ締めていただきましょう、お願いします、はい、というわけでアフレコトーク第3話でございました
また来週。